皆さんこんにちは、私がトニーだ。今回マジで緊急出ました。これはちょっと動画で言わなければ気が済まない。お前何その髪型、何この格好、そしてここどこやねん、ツッコミどころ満載。この動画の本題とはずれるんですけど、ブレイキングダウン内も応募しようと思ってまして、リベンジするためにトレーニングしてました。おらっ、空手道場にいております。ただいま深夜の2時です。深夜の2時のテンションじゃうわ。そんなことは置いといて、早速問題なんですけれども、終わった人皆さんご存知ですか。コスプレ系 ASMR の動画を投稿している方なんですけど、ソロ YouTuber なんですけど、現在の登録者数 54.5万人、えぐい。今めちゃめちゃ勢い乗ってる。数百万再生とかもうザラにある。何十万再生アベレージ。動画もめちゃくちゃ面白いんでね、概要欄に終わった人さんのチャンネル貼ってます。コラボとかも結構されて、カルマさんとかサワヤンさんとかともコラボしてて、それこそレイクル Y1 グランプリ決勝まで行ってます。サブチャンネルもやってるんですよ。終わった人パッパサブチャンネルですらも 11.2 万人。先日上がった動画、はい、ボン、授業 YouTube で伸びる方法を教えます。5、6年ぐらい YouTube やられてて、何回もチャンネル変えてて、切り抜きチャンネルとか、最初グループ YouTuber 解散し一人でやる、チャレンジしてはチャンネルを変えて、で今終わった人っていうチャンネルで大バズり、戦略とかめちゃめちゃ考えてやられてる方で、すごい努力家。 YouTube で伸びる方法を教えますという動画を見させていただいたんですけれども、その最後にこのようなことをおっしゃってて、底辺 YouTuber 添削しようじゃないか、サブチャンネルで今回シリーズものにしようと決めました。これは俺の出番でしょ。僕編集企画自信はあるんですけども、まあ再生数登録者数伸びてない状況で、終わった人さん YouTube に対するアルゴリズムとか戦略、いろんなジャンルを経験してきて今成功してるんで、すごい説得力があって、 SNS 等で動画やギガファイルの URL を送る、チャンネル、動画の売りと今後の目標、そしてその動画をどう考えているか、この3点を DM で送ってくださいと、早速ね DM 送ったんですよ。添削していただけるっていうのはもうすごい機会で、大物 YouTuber じゃないですか。54万人、普通お金取るんですよ。授業じゃないですか。もうなんなら無料でご指導いただける、こんな機会ないです。僕の中で自信作3本 DM でお送りさせていただきました。熱い気持ちをね、今後の目標とか動画についての熱量をお送りさせていただいて、終わった人さん、インスタでフォロワーが59,000人、 Twitter が11万人ぐらいいて、倍率やばいだろ。やってみないと分かんないじゃないですか。 DM させていただいたところ、なんとですよ、終わった人さんから返信が来ました。何？すごいやばい。 Twitter の方で返信をいただきまして、フォロワー12人しかいません。12人、絶対返信こうやなと思ってた。奇跡を、しかも11万人いるんでね、添削よろしくお願いします。僕を救ってください。終わった人さんから、業界です。本人フォロワー11万人見てください、これ。すごい長文送って、で最後に業界です。これってワンチャンガチで俺業界ですってどういうことやろ。わからんな。いや俺 Y1 グランプリのトラウマあるよな。レイクレドバッショーさんからインスタグラムのストーリーで取り上げられて、これ絶対選ばれたなって思ってたら落ちたんで、いやわかんないですよ、これ匂わせかもしれない。返信来たことがやばい。僕の DM 見てくださったっていうのもマジで、うん、今年運良すぎん。俺これで落ちちゃってもまだ次がある。実際に僕の動画を見てるかちょっと確認したんですよ。お前ストーカーか。見てました。 YouTube スタジオっていうアプリがあるんですけども、いつどういう経由でこの時間に再生されたみたいなのが見れるんですけど、 Twitter から再生されてたんですよ。しかもこの返信が来て2分後とか3分後、いやこれ見てくれてるぞ。終わった人さんに届いた、見てくださったっていうのがまず嬉しいです。本当にありがとうございます。興奮しちゃってね、思わず動画撮ってます。ブレイキングダウンの修行してる間に、これらを得て分かることは、行動あるのみですね。何か起きますね、奇跡が。こういう奇跡を知りつもで僕を知っていただけて、売れると信じて日々取り組んでます。これは分かんないですけども、もし採用されてたのであれば、終わった人パッパタブチャンネルの方で僕が上がるかもしれないとね、少しだけ期待してもらったらと思います。期待値をボルテージマックスに上げて下げていく系 YouTuber なんで。これからいろんなことに挑戦していきますし、ブレイキングダウン9も応募しようと思ってます。チャンスはとことんつかみに行こうと思います。もうちょいで1周年がむしゃらに突っ走っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで本日はこの辺で動画終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。